リスマス配信する？クリスマスは多分配信してますよ。配信するということは何すか。いいじゃん別にさ、配信者なんだから仕事して何が悪い。クリスマスに当たり前だよな。やばい、なんか胃が痛い、うぜ。クリスマスもしや予定なしですか？は？そういうお前らはあんのかよ、予定がよ。仕事でしょ、どうせ。仕事だよね。がっつし仕事ですけど、そうだよね。みんなが一人かなって思って配信してあげてんだよ。クリスマスもな。あるよ、スーちゃんに会うんだ。あー、キモい。あー、キモいよ。彼氏と遊んでください。お前がなれや、じゃあ。じゃあお前がなれや、彼氏に。やがましいわ。単語を出すな、その。やがましいな。やがましいな。やば。それでさ、一個さ、めちゃくちゃおもろい話があって、でもこれはリスナーにさ、これリスナーにしていいのか悪いのか、ちょっとギリギリのラインになるなって思ってさ、温めてる話があるんだけどさ、ずっと。ちょっとあの、加賀水嶺の黒歴史なんですけど、これは。大変お恥ずかしい黒歴史なんですが、初めて加賀水嶺がね、一人暮らしをした時があって、まあ、加賀すみれはですね、浮かれてたんですよ。一人暮らしというワードにですね。一人暮らしって自由じゃん。おい、彼氏とはできちゃったりしてとか浮かれてたんですよ、加賀すみれはね、その時。少女漫画とかを読んで育った加賀すみれは浮かれてたよ。一人暮らしといえばみたいな。くーって思って、思い立って、まじ、引っ越しをした当日に、加賀すみれはアマゾンで、お揃いのスリッパを買ったんですよ。お揃いのスリッパを買いました。やっぱ、私家でスリッパ履くから、自分のスリッパを買って、それとお揃いの、ちょっとデカめのスリッパを買ったんですよ。そう、買ったの。同じね。柄のね。ちょっとデカめのね、スリッパを。誰が履くとは言いませんか。買ったんすよ。できんじゃねとか思って。で、玄関に置いとくじゃん。これ誰かに剥がしてやるぞって思って。で、したら数日経ったらなんかガス会社のおっさんが家に来たのよ。ガス通しますいたらね。私がウキウキで買ったお揃いのスリッパを初めて履いた男がそのガス屋さんのおっちゃんだったの。スミレスリッパ履いてんのにさ、ガス屋のおっちゃんなんか靴下のまま上げるのやだなって思って、あ、それ使ってくださいって言ってもう履かせたんよ。まあしょうがない、やむをえんって思って、まあ貸したるわって思ってね。でもそのガス屋のおじちゃんが履いたのが、そのスリッパ履いた人最初です最後の男だってに彼氏できたら言うの？彼氏でもできたら、彼氏できたら配信やめるんじゃない？できなくない？両立が。そんなに大事か。いや、なんか違う。これはけじめね。これはけじめよ。彼氏いていいのでやめないでください。なんでそんなこと言うんだ？なんで俺らよりも彼氏を取るのね。だから作ってないじゃん。いないんだって。一ヶ月後に別れてまた V スポ入るに一票。なんでそんな辛いこと言うの？別れたら帰ってくるシステムはやめよう。ちょっとそれはやだな。だってすげえ幸せな顔してさ、彼氏できたんで配信やめまーすって言ってさ、卒業してっけやん。帰ってくんじゃん。じゃあ、どんな顔して帰ればいい？私。別れましたって言って。別れましたって言って帰ってくるの？辛すぎんだろ、私のたちは。めんどくさいから、いらないよ。作らない。配信してる活動が楽しいうちは作らない。